こんにちは。アマゾンサポーター堀秀夫です。適正在庫を守る。思い込みで売れるかわからない商品をたくさん納品しない。FBA の納品個数についてです。最初の1回目は1個納品。2回目は3個納品。そして3回目の納品までは売れる速度の信頼性が低いので、売れ切ってから1ヶ月で売れる量を補充します。4回目から在庫が切れないように納品します。3回目の納品個数が10個だとして、予測通り2週間で5個売れたら、次は2ヶ月分の在庫20個を納品します。到着まで2週間だと在庫が売り切れたタイミングで2ヶ月分の在庫が補充されることになります。5回目以降は1ヶ月から3ヶ月分の在庫数をキープします。これ何ヶ月分がいいですかというのはね、迷ったらご相談ください。特にこの最初の1回目は1個だけ納品すると、ここで見込み違いで、なんか思い込みでね、たくさん売れそうだからって複数納品して売れないと、逆に売れるものをね、納品するの怖くなっちゃう。厚物残りって生そう含みたくなります。もうできるだけね、もうこれ機械的にもう決めて、ね、1回目はいくつ、2回目はいくつ、3回目はいくつというふうに納品するのがコツです。そうするとね、売れた商品を在庫切れというのも起こしませんので、極力思い込みやね、いろいろ勘を働かせるとか、そんなことなく、淡々と、この指示通り納品していっていただくのが、結局は一番儲かるやり方です。また納品個数の確認とかね、これはこうやりたいというね、原則と違うけどこうやりたいというような場合はね、またご相談ください。アマゾン市サポーター、堀秀夫でした。